今回は2017年私が選んだ気になるコスメを使って今年っぽいメイクを紹介します。この春カラフルな色いっぱい出てますが、特にピンクが気になります。また質感がラメが入ったものが気になりますね。そしてピンクとブラウンの組み合わせがすごく春っぽいんじゃないかなと思います。こちらのピンクをまぶた全体にのせていきます。特にグラデーションとかを作ることではなくて、均一に全体的にのせていきます。ラメが入っているので、もう一色のせただけでも結構印象がすごく変わりますし、深みも出ますね。今年の春っぽいもう一つのポイントが囲みメイクでもあるので、こちらを下まぶたにも入れていきたいと思います。目尻の方から目頭に向かってのせていきます。この時の幅はこのちょうどチップの幅くらいでちょうどいいです。そして何度か重ねて塗ることでしっかり色もつきますし、何度か重ねてください。目尻からつけた方がより自然になじみます。次にこちらのブラウンを目の際から入れていきます。こちらも、チップで目尻の方から重ねていきます。下まぶたにもブラウンを入れていきたいと思います。目尻から黒目差し掛かる部分ぐらいですね、3分の1ぐらいに入れていきます。でラインで入れるよりブラウンのアイシャドウで入れることで引き締まるんですけれども、どこか柔らかさを残してくれる印象になります。次にブラウンのアイラインを入れていきます。淡い感じで目元を仕上げてますので、黒ではなくブラウンで柔らかく締めていきたいと思います。まずまつげとまつげの間を埋めていくようにラインを入れていきます。目頭の方は軽くで大丈夫です。その後ラインを上から少しなぞっていきます。まつげのこの際のところからアイシャドウを塗るように軽く軽く引いていきます。でブラウンを使うことによってアイシャドウのブラウンと一体になってくれるので、より自然な柔らかいグラデーションになります。目頭側をあまり入れなくて目尻側にポイントを置くことによってより目力が出ます。ラインを引いた後ちょっと最後目尻綿棒で鳴らします。綿棒の先を潰して使います。で今引いたライナーの目尻側を少しぼかしていきます。外に伸ばします。こうするとより自然なラインになります。完成しました。今回は目元のピンクブラウンメイクをポイントに仕上げました。今年のアイシャドウはパール感とかラメ感っていうのがすごくポイントになってくるんですけれども、とピンクとパールの組み合わせというのはすごく可愛らしくなりがちと思われがちなんですけども、ブラウンと組み合わせてあげるとすごく大人っぽい目元に仕上がります。そして少し囲みメイクがトレンドで戻ってきているので、淡く囲んであげて目元を全体的にこうパッと明るく仕上げています。そしてマスカラはこちらも茶色で仕上げています。アイラインのブラウンと同じ色を使うことによってより深みが出てもっと優しい印象になります。そしてチークは同じピンクを使っているんですけれども、少しかっこいい入れ方を意識しています。外側から内側にこの骨格をに沿って入れています。そしてリップはこちらはじんわりこうなんとなく色づいている程度でいいかなというのが今年のちょっと春っぽさなので、直塗りでリップクリームを塗るように軽く仕上げています。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。